暖冬の影響は農家にも。今年はね、いちごの沈み込みも早いんですよ。2週間ぐらい去年より早いですね。十日町市の花水農さんは、いちごの出荷時期が例年より早まっていました。うちの方はこれ6月まで持たせようと思ってるんですよ。だから6月まで持つか持たないかね、心配ですよね。お客さんがやっぱりついてくれるんですから、6月までうちはもう出荷しようっていう話でやってるんですけど、ね。さらに深刻なのが田んぼです。まだ2月ですよ。そうですね。でこの辺から行き明けるのはね、いつもが4月の10日過ぎなんですよ。だからもう1月以上、1月半ぐらい、もうこの景色が違いますよね。去年の夏は深刻な水不足で大きな被害が出て、消雪パイプの水を利用するなどしてしのぎました。しかし、今年は春先から水不足に悩まされる恐れが。田植えの時期に必要な大量の雪解け水が確保できない可能性があるといいます。農家はね、やっぱり危惧してますよ、もうこの状態を。とにかく去年のあの状態がみんなに頭の中入ってますからね。今から夏の対策も考え、井戸を掘ることや、去年同様、消雪パイプの水を利用できるよう行政に依頼しているということです。